大谷効果は絶大だ。米紙 USA2D のボブ・ナイチンゲール記者は8日、日本時間9日、ドジャースは本拠地ドジャース・スタジアムの外野部分の外壁広告費で昨年の50万ドル、約7100万円から13倍の650万ドル、約9億2400万円の利益を得ていると紹介。ファンからも儲かっちゃってますねえ、7億ドルの理由。 と驚きの声が上が上った同記者は、昨期と今期の広告収入を紹介し、それは将兵・大谷のおかげだと指摘。大谷は昨オフに10年総額7億ドル、当時約1 0 1 5億円でドジャース入り。その後、球団は ANA、全日本空輸、東洋タイヤ、講和など10を超える日本企業とスポンサー契約を結んでいた。 大谷自身も昨フからスポンサーを増やしており、ポルシェ、日本航空、三菱 UFJ 銀行、聖光、厚生、伊藤園、西川、ラプソードなどとスポンサー契約。4日、同5日、には、オーディオブランド、ビートの公式アンバサダーに就任したことが発表されていた。これに X、Q、ツイッター、では、とんでもないね W。むしろこれまで壁面広告って、 あまり儲かってないんだね。存在感あるのにな、と注目する声も上がっていた。もちろん、スポンサー契約による球団への利益は外野部分の広告だけにとどまらない。大谷との契約はこれから9年も続くが、球団にとっては、お買い得だったのかもしれない。